お前さ、よう旦那、また飽きないが。じゃあな、旦那。
忍びのお方、お役目を果たしていただき礼を言います。あの人は今ステローのせ、これで試し、これは謝礼で。そこの御仁、この千方寺は今や御仏の教えより外れたが、
皆そうであることを捨て、死なずの探求に見入られてしまいました。虜となれば何をされるか分かりません。お帰りになられた方が良いでしょう。それでももしこの千宝寺に入る理由があるのならば、止めることはいたしません。ただどうかお気をつけて。それでも進まれるのですね。せめて私たちがあなたのご無事をお祈りしましょう。おい、みんな、小太郎を置いてどこへ行ったんじゃ。おら、どうすればいいんじゃろう。なぜ泣いている。みんなに置いていかれてしもうたんじゃ。みんなと、みんなはあれ、誰じゃ。くるくる回る赤白いお花、たった一輪真白いお花、真白いお花が見当たらない。なんだと。頭が痛え。すまねえ、あんた何を言っているのかオラにも訳がわからねえんだ。とにかく真っ白いお花を探さなきゃ。真っ白どっ。この寺に来てたのか。お前は。野暮用って言っただろ。ここで何をしている。
あっちの方向こう岸まで渡りてんだが、往生しててな。対岸に渡る術は忍びだこを使いや渡れるな。だがずっとタコを上げておくにはコツがいる。タコ上げの素人には荷が重いってもんだ。そうか。崖下にタコ上げ係のラッパがいる。あいつにずっとタコを上げさせる。袖の下は通じねえとよ。まったく。
火垣はの二つあるぞえ。一つは生垣、一つは干し垣。あっちじゃ。生垣はあっちじゃ。駆け越えて穴くぐり、生ガキもいでくれようぞ。生ガキ、どういうことだ。え、困りごとかい。しからばお米じゃぞい。お米じゃ。困りごとあるならば、お米を恵んでくだされよ。お米はないかな。おちの巫女様のお米じゃぞえ。Ah!